さて、イギリス政府よりも発展途上世界を虐げる組織アルビオンについてです。東派メディアには先見の明を持つカリスマ、アムネスティ・インターナショナルには戦犯と称される男、ナイジェル・キャスが率いています。爆破事件後、アルビオンは秩序を取り戻すべく町の全権を託されました。明らかに怪しいって。そう、というわけだからキャスを調べ上げるべきだ。一人見つけました。名前はヘイミッシュ・ボラージ。ロンドンで生まれた彼は14歳でキャス基金の小学生に選ばれ、キャス本人の指導を受けています。16歳でキャス初のドローン艦隊の設計を手掛けました。ボラージの誕生日に合わせ、キャスはわざわざローンチを1週間遅らせたそうです。まるで仲のいい親子みたいだ。使えるのか。3年前のニジェールデルタの事件で彼らは仲違いし、捜査は闇に葬られました。パイプラインの建設に抗議した村をキャスがドローン艦隊で焼き払おうとしたところ、寸前で故障したとか。ボラージが妨害したものとみられます。以来彼は逃亡していましたが、記録を見る限りロンドンに姿を現したようです。ってことは本人に罪を償わせる気だな。キャスのドローンを設計したんならアルビオンを無力化だってできる。痕跡はうまく隠されていますが、妥当な推察です。ケイトリン・ラウが入手したアルビオンの報告書によれば、残念ながらキャスもボラージがロンドンにいることは把握しています。アルビオンに見つかる前にボラージと接触し、キャスが共通の敵であると説得してください。こいつが奴らを止めてうちの汚名を晴らすための鍵か。そんで最強の PMC もこいつを追ってる。来てるね。この指一本でも動かしたら吹き飛ばすぞ。落ち着けってな。何者だ。俺んちで何してる。アルビオンか。違うって、もっといいやつ。デッドセックなら俺はチェ・ゲーバラだなんてな。いいぜ、やれよ。けどな、アルビオンはあんたの居場所を知ってんだぞ。クソが、本当なんだろうな。チクショキャサ、お前が思うよりひどいやつだ。そんなの知ってる。だからここまで来たんだよ。もしや、お前ナイジェル・キャスから金をもらってんじゃないのか。キャスを倒したいんだ。手を貸せ。あいつはバカハンだ。俺らも消されそうになったしな。お前は知らない。ナイジェル・キャスの正体ってやつを。よし、行け行け。まずい、アルビオンが接近してる。そこは嘘じゃなかったか。クソ、とにかく俺が時間を稼いでやる。いけ。いけ。どうも。戦うべき相手をちゃんと分かってるね。で、アルビオンの本部があそこにあるのは知ってる？どう説明すれば分かってくれる。キャスが大勢を集めて新しいプロジェクトを発表する。奴を止めねえとこの街ごと地獄に落とされる。これで分かるよな。ナイジェル・キャスのクソが。そうだよ、どう転んでもいいことは起きない。幸いパブで働いてると人の愚痴はたくさん耳に入ってくる。この辺でも結構な数のアルビオンの連中が現状に対する不満を漏らしてるよ。うまく口説き落とせば正義の味方になろうってやつもいる。で、ちょうど良さそうなやつを知ってるんだよね。面白くなってきたぜ。そいつの情報くれ。バグリーに情報を共有しておく。頑張って。あんた強そうだな。ロンドンを取り戻したくないか。え、デッドセックなの？よかった。実は頼みたいことがあるの。やってやってもいいぜ。どうしたんだ。友達が珍しい血液疾患を患ってるんだけど、 NHS がこんな状態だからもう何ヶ月もまともな治療を受けられてないの。クランキャリーの医者が有料ならってどうしようもなくて払ったんだ。それで薬は効いた。ほっとしたよ。
でもだんだん友達がおかしくなって、実は中毒性のある薬だったんだ。友達がその薬を手放せなくなると、今度は医者が値上げしてきて。俺たちに任せろ。デッドセックが薬を手に入れて、その友達を助けてやるよ。よしよし、ガチで戦えるやつがもっと必要だからな。ありがとう、何でも協力するから。よし。ようこそテニスプロジェクトへ。これこそが新世代のドローンだ。潜在的な脅威を自動で識別し、隔離し、排除する。事前にだ。どこへでも行けて、全てを見通す完璧な正確性により、目標がどこにいようと一瞬で消去する。テミスドローン、それは秩序の新たな担い手。即座に躊躇なく使命を果たす。礼を言う。君たちの協力のおかげだ。ありがとう。テミスが始まれば、ロンドンは世界初の真に安全な都市となるだろう。ミスター・キャス、ここに呼ばれたのは倫理的な問題を議論するためだと期待していたのだが。いや、いい。警視総監は心配してくれているだけだ。熱意と献身に敬服する。では倫理の話をしよう。まず第一に、テミスはアルビオンの任務の範疇をはるかに超えている。もっと政府と協議してはどうかな。なるほど。指導を遅らせれば議論を行い詳細を詰められる。人的要素をもっと考慮すべきだ。今すぐ防衛大臣に電話しよう。話すといい。そうか、わかった。我々をこんな状況に追い込んだのが人的要素だ。無駄な議論、遅延、優柔不断、もうたくさんだ。私はそれが誰でも、自分自身であってもテミスを邪魔させない。さて、タイディスの諸君、準備にかかれるか。結局のところ計画の要は君たちだ。外部と相談する必要は？いえ、ありません。間に合うようにしっかりやってくれ。犯罪者が街を駆け回っている。移民が我々の家族を脅かしている。警視総監はテロリストに暗殺された。決断は難しい。だがやらねば、ひとたびなされれば、それで全てが変わる。ナイジェル・キャスについて分かっていることをお伝えします。彼はテミスプロジェクトとやらを指導するつもりです。プロジェクトに関する情報が不足していることは懸念すべき点ですね。キャスは法の執行から人的要素を排除したがっているようです。それとタイディスとも組んでる。これがまずい。タイディスは知ってるな。立ちが悪いぞ。自立武器に人が標的のアルゴリズム。つまりタイディスは秘密計画についての情報をつかむ手がかりなのですが、そのセキュリティは厳重です。ヘイミッシュが興味深い解決策を提案してくれました。新しいマイクロドローンがある。奴らが開発したものだ。こいつの設計図を手に入れてこい。そうすればあとは自分たちで作れる。タイディスのセキュリティ用だ。そうだ、そいつらはすごく小さい。アルビオンの他のドローンのメンテナンス用に作られた。他の奴には無理な場所へも行ける。まあそんなところですかね。次はアルビオンのドローン製造研究所に侵入し、設計図を入手しましょう。それで侵入用の小さなガジェットが手に入る。よし、すぐ場所を送ろう。気をつけろ、おもちゃを譲る奴はいない。